8月26日木曜日、ライブ配信で行われたチャレンジ企画ダブルダッチ。清水先生、ほぼ初めてのダブルダッチ。本人曰く、回したことしかないんです。試行錯誤を続けた結果、スポッ、1、2、3、4、5、6、1、8、いけ、あー、開いた。記録8回。そして翌日、2人で回したら清水先生もっと上手に飛べるんちゃう？無理かな。いけそうな気がすんねやけど。チャレンジしましょう。Presented by 5M。果たして飛べるのか。上手になってる。みんなも諦めずに頑張ろう。高評価とチャンネル登録もお願いします。